はい、どうもサクッと美味しいポッキーです。今回ですね、プラネットコースター実況プレイやっていきましょう。今回ですね、ポッキーランドが完成して最終回を迎える予定でございます。でですね、今回この右側にあるこちらから、その、なんて言うんでしょう、モッド的な感じで、ジェットコースターとか建物をこうやって追加できるんですよ。まあ、これは、ゲームの制作者さんじゃなくて、個人の制作者さんが作ったやつを、まあ、追加できるモードがあったので、何個か入れてみました。まあ、そちらも、作りつつ、まあ、今回は自分でジェットコースターをね、作っていきたいと思います。では、早速、やっていきましょう。ポキランド。じゃあ、ま、ここに、さっき追加したやつとかを作っていきたいんですけど、どっから見るんだろうね。追加したやつ。別のとこに入ってたりすんのかな？あ、これですね。例えばこれだと？はいはい！うわ、すげえ！めっちゃいいんですけど、これだと？これなんかね、水のアトラクションっぽいんですけど、あれ？あ、でかいでかいでかい！これなんか水の、こうやってアトラクション。中を流れるアトラクションっぽいです。めっちゃいいじゃん。こういうの作りたかった。これは？はいはいはい。なんかキラキラしたジェットコースター。やっぱもう作っちゃいましょう。これ、こういうの全部。これはなんか橋みたいですね。じゃあまあパークの一番端の遠いところまで来てくれた人だけが、行ける場所としてここに、オアシスを作りたいと思います。よく来たね、みたいな。そんな感じの、気持ちで、来てくれれば嬉しいです。ここはオアシスです。一体何があるのかは僕にはわからない。これ何なんでしょう、一体。なんだと思う？てか浮いてるね。浮いてるから、うまく道を繋げなきゃいけないんだけど、あれ？これどう道繋げんだ？道が繋がらないんだけど。これまさか飾り？飾りなのこれ。こんだけなってて。あ、なんか違和感ないか？なんかどうなってんなんだこれ、どうなってんだこれ。浮いてるよな、明らかに木とかが。おい、こんな木の先端尖ってんだ、この下。それが一番の発見だわ、ほんとに。この建造物で。じゃあ、ま、飾りということで。うわあ、すげえ。こういうゾーンあるよね、ディズニーに。やばくないこれ。絶対楽しいじゃん。あ、人までちゃんといる。うわあ、こういうことか、作るっていうのは。やばいでしょ、世界観。よく作ったなぁ。感心しかないわ、ほんとに。あ、入り口ここにつけんのか。はいはい、つけたつけた。で、出口は？出口をさっきの側につける。うわ、すげぇ。BGM も流れてるし。もう仕事してんの？君。いい仕事だ。ちょっとなんか尖ってんぞ、おい、これ。いい尖り具合。ちょっと待ってよ。もうちょっと仕事あげるから。で、ここに出口をつけるんだ。はいはいはい。こういうパターンね。じゃあ、とりあえず、なんとか地面まで持ってこれました。もう相当無理やり道引いたけどね。まあ、とりあえず、だいぶ長いんだけど、入り口まで。入り口まででもうなんかワンアトラクション分のカロリー生産、消費しそうなんだけど。まあ、とりあえずこれを、繋ぎたいと思います。さあ、出口作って、入り口こちらに作りました。で、ずーっと歩いてて、ずーっと歩いて、ずーっと歩いてここ登って、入り口に行きます。はい。この柱がすごい邪魔っていうね。テスト開始しました。じゃあカメラを。はいはいはい。おぉ、こんな感じなんだ。楽しいじゃん、これ。これどっかで乗ったな。これアメリカのディズニーかな。どっかにありましたよ、これ。いいじゃん、いいじゃん。お前らマネキンだとしてももっと楽しそうに乗れや。絶対楽しいやつやん。すごいね。この目線で行きましょうか、じゃあ。はい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 。なんだかんだか、わあ、めっちゃ回る、めっちゃ回る。いいね。めっちゃ好き、こういうの。僕、アメリカのディズニーこれ乗って、靴がべっちゃべちゃになって、トラウマなんですけど、でも好き。あの滝とかはさすがにかかってない。わあ、ちょっと待って。シャワーレベルじゃねえ。もうなんか。湯船ぶちかまされたみたいな感じのくらい濡れてんだけど大丈夫かな、ほんとに。いいのこれで。あ、まだ上がるんだ。長いね、結構。なんかベタベタなんだよな、ほんとに。うわ、忠実に再現されてんな、マジで。あー、危ないよ、かかんなよ、かかんなよ。いや、今のタイミング的にかからんタイミングのやつじゃないの。めっちゃかかったよ。はい、ということで、ゴールか。いいじゃん。
はい、ということでテスト完了ですね。え、もう一回行くの？2週目行くの？それは驚きで、それはやめとけ。2週連続って降りろや。やっぱ入ったか。やっぱ入ったか。うんうんうん、いいですね。このエリア結構好きだよ。この赤い土の赤い岩のエリア。店作っとけばとりあえずいい感あるんで。店、これどこが入り口なの？この横が入り口なんだ。これ何これ、店じゃないこれ。 ATM かこれ。ATM 置いちゃった、こんなとこに。え、待って、客やばくない？客の量どうしたのみんな急に。え、待って、なんか王冠かぶってるやついるんだけど。え、これ俺じゃね？え、ポッキースイーツになってる、これ俺じゃん。え、俺もいんの？え、まさかお前。おいや、お前、ただのファンか。お前は。何満喫しとんの、こいつ。ポッキースイーツ支店で行くか。おー、いいじゃん、いいじゃん。こんな感じなんだね、ポッキースイーツ支店。いやー、こいつマジで、ただのパリピじゃん。こんな感じなんだ。これ、ポッキースイーツ支店でございます。はい。あ、この邪魔な柱はどう行く？あー、お前そっち側通る派ね。僕は左側通るけどね。これが視点。うわ、いいじゃん。若くすんじゃん、これ。シングルライダーですか？もしかして。お前、ゲームの中までそうなの？で、この遊園地の経営者だよね。権力使って女の子誘えや。お前、ちょっとめっちゃ笑ってない？めっちゃにやけてんじゃん。待ってよ、もう悲しくなってきたよ、俺。入りまして。お、急に走り出した、急に走り出した。やっぱ一人で乗るつもりか？あ、前のあの、あそこに乗るのかな。どうするんでしょう、ポッキースイーツは一体。お、あ、こいつらと一緒に乗る感じか。はいはい、乗った乗った。おい、何お前、男とカップル席座ってんだよ。いや、おかしいおかしい。ここにこんな集まってんのはおかしい。何があったのここで一体。いやいやいや、この店人集めすぎでしょ。俺の期待以上すぎるんだけど。な、まあまあまあ、いいか。え、こいつら何やってんの？え、待って待って待って。え、これ故障してないよね、このアトラクション。営業中になってるよね。あれ？え、いつまで乗ってんの？降りろや。え、なんでな、何これ、バグってんのこれ、もしかして。いやいやいや、こいつの気持ち考えてあげて、ほんとに。ずっと一人でハンドル握って。いいのそれで。いや、ちょっと待って、一旦クローズして客下ろそう。何な。こんなこと起こんの？大事件だよ今の。え、ここもだ。ちょっと待って。ちょっと待って、ずーっと待ってんだけど。おい、下向いてんじゃんみんな。ねえ、言ってよー。な、え、何これ、何が起きてんの一体。このジェットコースターもさ、全然動いてないなと思って、客も入ってないなって思ったら、ちょっと一回じゃあまたクローズにして、降りてもらおうか、こいつらに。降りれるそれ。おい、なんだ、バグってんのこれ。ほんとに。一旦休止中にして、あ、すいませんね、お客さん方、ほんとに。何時間くらい待ちました？え？ 2 年 ?2 年待ってたんですか？すいません、ほんとに。あ、降りてください、ほんとに。ごめんなさい。で、もう一回オープンにするか。おー。おい、大丈夫か？浮いてるー。また発見したんだけど、これ。ちょっと待って。お金下ろしてるんだけど、ポッキースイーツ。お前。何や、お、びっくりした。どこ行くの？びっくりした。え、この人混みの中入ってくの？ポッキースイーツ。え、そういうの得意なの？絶対苦手だろ、お前。おい、絶対痴漢しようと思って、最低な男、マジ。いや、人多すぎでしょ、てか、ここマジで。ポッキースイーツさんも見失うレベルなんだけど、ちょ、こいつにカメラ合わせてみたら、いくよ。これだからね。絶対行きたくないな、これはちょっと。まあ、まだここ幅余ってるけど、ちょ、とりあえず、これ、どこにライトつけてんの、これ。まあ、とりあえず、一旦自分でジェットコースター作りましょうか。これもどこに一体ライト、全然そんな明るくない。よし。じゃあ自分でジェットコースターちょっと設計してみたいと思います。
なんかいろいろほんと乗るのも選べるっぽくて細かく。すごいよね、これ。え、これとかちょっと良くない？じゃあ、これで作っていきましょうか。でも作り方が全然わかんないんです。はいはいはい。まず乗り場からか。あー、いいじゃん。どれにしよう、マジで。普通に悩むね。失敗したくないから、このドラゴンにしようかな。ドラゴン先頭についてるタイプ。いや、割といいけどな。割といいけど、なんか、ポッキーさん感がないよな。もっと俺はいかつい乗り物がいい。あ、これだわ。うん、これ、どう見ても俺これだわ。だいぶ尖ってるね。くちばし。じゃあ、これで作っていきましょうか。この広い土地に、でっかいの作りたいと思います。まず、ポン。もう最大角度で上がっていきましょう、どんどん上に。高くまで行くよ。俺はだいぶ高くまで行くよ。あの奥の山を越えるつもりで行くよ。よし、これくらいでいいかな。うん、長島スパーランドっていうね、三重県にあるジェットコースターが有名な、遊園地があるんですけど、こういうのあるからね、マジで。さあ、これくらいでいいかな、登る角度は。でだよ。じゃあ、こっから落ちていきましょうか。これ難しいね。なんか作んの、自分で。で、こうやってちょっと横に曲がってから、一気に、急降下しましょうか、じゃあ。落ちるやつはどれだ？これで、下にすればいいのか？え？伸ばして、ちょっと待てよ。下にする。はいはいはい、いいね。一気に落ちよう、一気に。これが最高角度か。あー、こんなもんか、でも。いや、でもとんでもないか。このジェットコースターとんでもないか。で、こっから曲がるよ、急に。くるって。うん。くるって曲がるよ、くるって。で、オッケー。頭もくるってるからさ。決まったな、今。もうこれ最後に繋げんのがマジで難しい。ちょっと待てよ。こう戻してきて、で、角度 OK で。あ、繋がったか？いや、繋がってない。あ、繋がった！みんな繋がった！下ネタじゃないぞ。繋がりました、皆さん。ありがとうございます。はいはいはい。で、自由にこれ設定できるんだ。うわ、すげえな。これ乗り場もうちょっと広くできないの？これ。あー、これが最高か、乗り場は。まあ、いいでしょう。まあ、これは大人気コースターになる予定なんで、4時間待ちまで対応できるように、すごい長い日、待ち行列のこの歩道を作っておきます。じゃあ、テストしてみるか。うわー、楽しみだな、これ。うわ、尖ってるね、相変わらず。では、行きましょう。どんな感じになるんでしょうね。あ、これ1列なんだ。え、怖いね。一列で乗るっていうのは。はい、上がりますよ、皆さん、今から。見て、この夕日に鳥が、かっこいい感じ。うん、お前なんで目にゴーグルしてんだよっていう。うん、たまにいますよね。ディズニー映画とかで目にゴーグルする鳥。お前もう風とか弱いんかいみたいな。え、まだ上がるんだ。相当上がりますね、これ。だって火山と同じレベル。いや、火山より高いかもしんないよ、下手したら。え、火山より高いぞ、これ。うわぁ、これは楽しみ。さあ、そしてそろそろ落ちます、皆さん。緊張の瞬間。さあ、うわぁ、これ絶対楽しいじゃん。どれくらいのスピード出るんだろうね。行きましょう。ちょっとじらされるんですよ、ここで。あ、全然落ちないじゃんって思って、その後、一気に落ちる感じで行きます。足ピーンって伸ばしてますね、これ。こんな綺麗に。おー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 おおお。来るよ来るよ来るよみんな来るよ。うわやばいやばい、あはははちょっと大丈夫だ。急すぎる。わあ、回るぞ回るぞお前ら。これやばすぎでしょ。死んでるでしょ絶対。うん、これ死ぬわ。俺は絶対乗りたくない。おいおい、やばくない、やばくない。おーおーおーおおおお。これは目玉ジェットコースター間違いなしだよみんな。オープンだ。オープンだこれは。いやー、さあ死にに来いみんな。早く入れ。え、誰も入ってくれない。うん、本当に誰も入ってくれない。ちょっと待ったけど、うん、これが現実か。そうか。あ、動き出したって思ったら誰も乗ってなかった。うん。え、マジで誰も入ってきてくれないんだけど。なんでだろう。
え、こんな適当なやつには乗りたくねえみたいな感じなのかな。え、ちょっとマジか。最終回になる予定でしたが、また次回ももしかしたら続くかもしれません。こんな不完全な感じで終わりたくないよね。ということで皆さん、ポキランド素晴らしい感じになってきました。こう回を重ねるごとにより行きたくなってるでしょ皆さん。ということでね、もしこのポキランドに行きたいと思ったらぜひ高評価ボタン押してってね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ポッキーでした。じゃあバイバイ。